フラジャイル、あんたバカなのか。君たちが医者でいる限り僕の言葉は絶対だ。まあこれほどの暴言を吐くにもかかわらず極めて優秀な医師だからと周囲も評価しているからこそ、あいつの言うことは聞くしかない。まあそれが主人公の病理医、岸圭一郎なわけなんだけど、ただ演じるのがね、TOKIO の中でも天然系というかおバカさんキャラ担当って感じの永瀬智也だけに、いまいち説得力がないというか、なんというか、うん。でちなみに今回の役どころに関して、当の永瀬智也自身は公式サイトのインタビューで、僕が今まで演じてきた役とは違うイメージ、そういう思いを抱かれる方も多いかもしれませんね、でも今回のドラマ撮影がスタートして、スタッフとの打ち合わせなどのコミュニケーションに違和感のようなものはありません。今まで自分が演じてきた役を遠ざけるのではなく、皆さんが作ろうとする岸という男を素直に体に入れることができている気がするんです。僕がどんな役イメージを持たれているかは、おそらく僕自身が一番分かっていないと思います。僕が演じる役の新たなイメージを岸に持っていただけたらいいですね。それと医師の仕事についての事前準備に関しては、友達に医者がいるんです。もちろん普段はお互いの仕事の話はしないんですけど、今回は聞いてみました。そんな感じで仕事をしているんだというところから入って、いつもと同じ感覚で他の話と同じように専門の話を聞くと、すんなり頭の中に入ってくるような気持ちになりました。まあ僕が細胞の話を聞いたり勉強したりしても何がわかるってことでもないんですけど、どういう人が働いているのかというような芝居に一番必要な空気感はわかります。準備はそれぐらいですかね。病名とかも調べてみたんですけど、ほぼ途中から数字と英語ばっかりになっちゃう感じなんですよ。それに病理は臨床では専門医として分かれている仕事のすべてを理解してないといけないようです、ということぐらいまでを勉強しました。なるほどね。まあ案の定のらしいコメントなわけなんだけど、でもとにかくね、病理っていうのが一般的には馴染みがないんでね、騎士の凄さについてもなかなか理解しづらいんだけど、実はね、公式サイトには宮崎千尋の今週の病理診断というかなりためになるコーナーがあったりして、うん、第1話の中で騎士先生は佐藤さんという患者さんの肺のがんが転移、つまり肺がんではなく他の臓器で発生したがんが飛び火したものではないかと言われました。普通転移の可能性があれば CT などで他の臓器を調べるのですが、藤原先生は必要ないと撮影されませんでした。それでは病理は打つ手がないと思ったのですが、なんと岸先生と森井さんは細胞の持っているタンパク質を染める免疫染色という方法によって転移を証明してしまったのです。がんの中には特別なタンパク質を持っていて、それが何であるか特定されれば、どこから発生したがんかがわかるものがあります。有名なのは前立腺がんの PSA で、人間ドックなどの血液検査でも調べられるのをご存知の方もおられるでしょう。しかし第1話で問題になったがんは、一つのタンパク質が特定されれば決まりというものではありませんでした。そこで森井さんがいろいろなタンパク質について免疫染色をし、岸先生がその結果によって初めに考えられたがんの候補を消していきました。最後の決め手になったのはデスミンと CD99 というタンパク質でした。それまでの結果で他の多くのがんが否定されていて、その上でこの2つのタンパク質が茶色く染まったことで、繊維形成性消炎系細胞腫瘍という診断にたどり着いたわけです。たくさんの容疑者の中から真犯人を絞り込んでいくみたいで、私は病理医ってまるで刑事のようだと思ってしまいました。なるほどね。まあこうやって改めて復習するとより理解が深まると。おう、でところでね、気になる初回の視聴率は 9.6、 真裏の日テレ彼岸花は 11.2 と一応2桁はキープしたんだけど、ただ堀北真希と大悟っていう新婚コンビが話題になってた割にはそれほど取れてるわけではないんでね、
まあ今後の展開次第ではフラジャイルの逆転も可能かと、うん、ということで、とにもかくにもフラジャイル、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。